こんにちは、ふくろです。本日いただいた、問題です。睡眠時無呼吸対応のソノムデントとは何かっていう、ヤフーニュースに出てたんですが、従来のヨーヨーマウスピース、いわゆる睡眠時無呼吸用のマウスピースっていうのは、上下一体となってます。上のマウスピースを作り、下のマウスピースを作り、それをプラスチックでつなげて成形して作っています。このため、唾液が口の中に溢れたり、顎が固定されるなどで熟睡、ちょっとしづらいっていうのは確かにありますよね。ところが、米国で人気のソノムデントのように、口を広く上下、分離型が登場し、装着したまま水を飲んだり、話ができたり、咳やあくびができるなど、ぐっと使いやすくなったんだそうです。これが従来型ですね。上下のマウスピース作って、いわゆるプラスチックで、横をつないだものです。それに対してソノムデントっていうのはこういった形になってますね。上下のものが別個になって存在していると。で、それで、これ以上、真ん中に航空路、呼吸路ですね、を取りながら、スペースができているというような形のものです。簡単に作るんであれば、上下のところのところに、磁石みたいなもので、分離できるようなもので、合わさった時にはこうなりますよっていうような形を作らせていただければ、それはそれでできるのかなというふうに、単純には思います。いろいろな機構がついているからこんなような形になっているんでしょう。結構いい値段だとは思いますが、日本で使われている先生もいますので、相談してみてください。本日は以上です。